今年1月に大規模火災が発生した北九州市の飲食店街一帯、およそ2000トンに上る瓦礫の撤去が完了しました。火災から半年を前に瓦礫はすべて撤去され、このように現場は更地となりました。今年1月、小倉北区魚町の鳥町食堂街を中心に起きた大規模火災では、合わせて36店舗、およそ2700平方メートルが焼けました。2000トンに上る瓦礫の撤去費用は、およそ4000万円の寄付やクラウドファンディングで賄われ、今年4月からおよそ2ヶ月半かけて行われた撤去作業が今日完了しました。瓦礫に撤去するのに皆さんからいろんな寄付いただいて、できたことは本当にありがたいと思ってます。更地となった場所の利用については、今後地権者などで協議するということです。